皆さんこんにちは、ケンです。はい、本日は、マウンテンバイクデビューということで、こちらのジャイアントのマウンテンバイクを今あそこで走っている友人の方にお借りをして走っていきたいと思います。実はそのために SPD ペダルのデビューでもあります。よろしく、今日はよろしくということでね、ここゴンゾパークっていうとこなんですけども、まあもうマウンテン見てわかるようにマウンテンバイクの専用のコースになってます。ここでね、もう初めてマウンテンバイク、今まで試乗レベルだったんですけども、デビューして、でね、後々は私も自分のマウンテンバイクを持ちたいと思ってます。それでは今日はいい映像が撮れると思うのでお楽しみに。飛んだ。怖い怖い。ここ減速しますで。OK。確かに足がちょっと違う、筋肉が違いますね。ねえ。よし。いいバイク欲しい。いいバイクジャンプできなくないですか。しゃ。ギア上げて、ほい、ほい、ジャンプ、ジャンプ、お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 、あ、減速します。おい、あ、めっちゃ疲れた。あ、疲れた。難しいですよね、なんかタイミング間違えると。ではでは、ケンさんの華麗なるテクを華麗なるテクを ビートがハマってますね。ストップストップストップドロ詰まっちゃった。テイク2です。改めて華麗なテクを。
中級者向けです、一応。中級者行きます。中級者行きます。カレーナテックで行きます。入った。浮かずみが怖いって。休憩するはずだったんですけどね、今登ってきちゃいましたね。どうしようかな、 B 行こうかな。 B 行って休憩しますわ、僕もう離れててください、離れててください。あのカーブやばいんで、僕距離置いた方がいいっすよ。あれ突っ込むタイプっすわ。スラローム B 行きます。ここがね、ちょっとぬかるんでんじゃないのね。おぉ、こことか。ここね、ここの上。ここ落ちた。落ちた。よし、こっちから行こう。ほい。おぉ、おぉ、おぉ。ヒーフヘッ、足つる、やばいやばい。ちょっとよし、いや相変わらず怖いな。おおおお、リスク最高。止まっちゃう、止まっちゃう、止まっちゃう、止まっちゃう。
ございます。あー怖かった映像楽しみですね。楽しみですね。これ撮れたかが楽しみですよ。スマホ用に作ってあげますね。ありがとうございます。ちょっと俺も見たい。これってやっぱ今日ぬかるんでたんでこんだけついてるって、ね、そうだったらもう細かい砂だらけになってくれ。ではでは、今日乗ってきたマウンテンバイクをご紹介します。ジャイアントのロック2013年モデル、メルタのビッグナイン7000、2016年モデル、シクロクロスです。まさか今日はね、私のレヴォーグに3台乗せてきました。無事、なんともなかったですよね。普通に乗りましたね。 DX1 の2009年モデル、2009年、めっちゃ古い。